なんかね、ラミからなんか LINE 来てて、うん、今日行こうと思ったけどスバル先輩泊まるのみたいな、うん、来てて、泊まんないと思うよって言われて、いやさすがに泊まんないでしょみたいな。いやでもスー君も今日、うん、いや今日まーちゃんはなんだかんだで泊まると思ってないだろうなと思ってたら、はいはいはい、いや思ってない思ってない、そうめっちゃ身軽でね来たんだけど、そうですね、でも、うん、風呂は行けるなと思った。あー行けるんだ、うん、一緒に風呂ってこと？一緒に風呂はね全然行けるね。あ行けるんだ、うん、ホロメンと一緒に風呂入ったりとかってありえるんですか？めちゃめちゃ前に、はい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 、なんかみんなでディズニーランドかどっかに行って、スバル、ロボコ先輩、はいはいはい、シオンでお風呂入って、あふんふんふん、祭りが乱入してきたりとかしてた、うん、祭り先輩大丈夫？一緒に風呂入って大丈夫？あの人、いやなんか乱入してすぐ帰ってった気がする。ちょっとあんまり記憶ないけど、なんか気候に走ってなかった？大丈夫だった？気候に走った結果乱入してきたんだろう。あー乱入自体がね待って、これで祭り先輩じゃなかったらどうしよう。これ誰かと勘違いして、なんか誰かが乱入してきたんだよね、うん、でも祭り先輩な気がする。違ったらすいません祭り先輩。なるほどね、うん、そっか、じゃあ風呂は行けるんだ。うん、お風呂ね今日の、うん、なんか今日は行ける気がする。船長ね結構ねもうとんでもね変態だと勘違いされがちで、うん、なんかそういう風呂とか一緒に入ったらなんかすごいいやらしいことをされ散らかすって思われてるんだけど、うん、意外とねしないからねそういうこと。そうなんだ、うん、安心して。だからスー君、なるほどね、スー君が懸念点多分そこだと思うの。はい、Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.